あ、そうなんですね。ああ、ただの帰り道じゃなくて。帰り道なのかな。2分前やでって始まりました。マサさん、おはようございます。アンパンマンのマーチリクエストで、あー、今日ねもう決まってるんですよ。リクエストテーマ発表しますね。時刻は8時を回りました。 FM ギノワをお聞きの皆さん、Good morning Kiron 3! What's up guys! ということで、今日は9月11日の火曜日、担当ミーノがお送りします。よろしくお願いします。私ね、今月に入る前、もう今年が始まる時からなんか2018年なんかあるぞって思ってたんですよ。何かある。なんかすごいいいことがあるぞっていう気持ちだったんですね。だから年明けがすごく楽しみだったし、で今月9月が始まる前もすごいワクワクしたんですよ。何かありそう、何かありそうと思って、でもまだ何かそれが分かってないんですね。で今日朝起きた時にパッて目が覚めたんですけど、なぜかといったら私ある夢を見て、その夢なんですけど、安室奈美恵さんと話してる夢見たんですよ。もしかしてとか思いながらまあね、でもこれはね、なかなかそんな夢は叶わないと思うんですけど、なんかねこの夢も結構現実味があって、その曜日の指定まで分かったんですよ。私が夢で安室さんと話してたのが今週の金曜日なんですね、うん、何かあるかもしれないと思ってでもきっと何もないと思うんですけどね。というのも、あの先月私母と一緒にあのプラザハウスに行きまして、安室奈美恵展ね、今やってますよね、それ見てきました。でいろんな衣装ですとか、今まで出してきました CD のジャケットですとか、いろいろそういうの見てたんですけど、なんか多分今まではきっと、あーすごいな、こんな衣装がこんな歌出してたんだ、すごい年重ねるごとにどんどん美人になるな安室さんってっていうだけだったと思うんですけど、職業柄レポーターとしても私仕事していますので、あ、もしね引退する前に話を伺えるとしたら、私なんて質問するんだろう、きっと時間も少ないから一つだけ質問するとしたら何だろうっていうのを考えながらその展示会も見てたんですよね。で今日夢でもなんか結構いろんなこと話してたんですけど、夢って結構すぐ起きたら忘れるじゃないですか。でも今でも鮮明に覚えていて、で今日朝起きて運転してる時も、どうしよう、インタビューするとしたらどんな風に何を聞くんだろうっていうことをずっと考えて、何聞く、あの今日ここまで来ました何聞くかなって考えてたんですけどね、あの安室さんの歌って結構いろんな人の背中を押した、何かこうきっかけになった歌ってたくさんあると思うんですよ。これが多くの人のその背中を押したような歌がたくさんあると思うんですけど、安室さん自身は25年間活動してきて、どんな思いでこれまでこう活動してきたのかなとか、安室さんにとっての憧れの存在って誰だったのかなとか、でもやっぱり一番聞きたいのは引退した後、これまで突っ走ってきた25年間、引退した後何をして過ごしたいのかなとか、もういろんなこう聞きたいことがなんかこう溢れてきましたね。でね、皆さんのその勇気とかこう背中を押してくれた一曲もあると思うんですけれども、今日のリクエストテーマは安室奈美恵で行きたいと思いますね。もういろんなところでね特集とかやってると思うんですけど、ここでもさせてFM ギノワでもさせてください。安室奈美恵のリクエストたくさんお待ちしております。そして今日のテーマは勇気はあるかです。皆さん勇気ありますか？突然とっさの勇気もういろいろあると思うんですよ。とっさのことでこう勇気を振り絞って行動することと、あとはこう日頃からやってることでどんどん勇気につながっていって、思い切ってじゃあ一歩踏み出そうっていう勇気もあると思うんですね。皆さん勇気を出して失敗したこともありますか
今日のテーマはメッセージテーマは勇気はあるか、リクエストテーマは安室奈美恵でよろしくお願いします。なんてか、ね、さあ1年前に引退を発表しました安室奈美恵さん、今日の1曲目は安室奈美恵ファイナリーです。2年やってるだろ、もっとか、3年なんでか、ね、しなんだっけ、銀トラさんとか受けたんだ。Say the word と Don't wanna cry ありますかね。あるよ、結構あるよ。本当マイナーなどでも OK。 皆さんもリクエスト待ってます。なんだそれ。なんだそれ。なんでか。もうマイナーな曲でもいいです。やめよ。愛してますか。きっとね、安室奈美恵さんもツイッターやってるかもしれないんですよ。もしかしたらね、皆さんのツイートを見てるかもしれないですよ、この時間。あ、じゃあ、なんかつければいいじゃん。じゃあ、ハッシュタグ安室奈美恵しますね。じゃあ、あなたがさ、このあれで安室奈美恵ってやったらつくんじゃないの、コメント。これで、うん、OK。テロップ。つかんかな。あ、つけた。安室ちゃんをギノワンに呼びましょう、FM ギノワンに。来てほしいな。だってラストライブギノワンでしょ。うん。FM ギノワンにばっかり出演してからに。最近出演したんじゃないの？するの？これから。いや、そんな予定はないと思いますよ。書いたってよ、なんかに、ね、うん、出演予定って全国の101曲だったかな、のラジオ局に。さあ皆さん、おはようございます。 FM 機能始まってますよ。今日のテーマはメッセージテーマ、勇気はあるか。リクエスト曲は安室奈美恵さんの特集で行っていきます。皆さんメッセージお待ちしております。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。よろしくお願いします。安室さんのラストライブ、今週土曜日ですよね。そうなの？ですよね。ですけれども、ここ宜野湾市でのラストライブですよ。どうでしょうか皆さん、なんか近くに感じない？ね、なんか本当に安室さん25年間いろんな曲出してきてると思うんですけれども、私は安室さんがデビューする1年前に生まれてるんですね。
なんだけど私の青春にも安室さんの曲っていうのはあるし、おそらく皆さんにも安室さんといえばこの曲が好きっていうのが多分あるんじゃないかなと思います。本当にいろんな方に愛されている安室奈美恵さんですよね。ぜひぜひ皆さんリクエストお待ちしておりますね。ツイキャスではひふみさんやっぱりかって来てますけれども、安室奈美恵さん特集ここ FM ギノワンでもやっぱりやっちゃいますよさせてください。ぜひね、もしかしたら皆さんのこのツイートも安室奈美恵さん見ているかもしれませんよ。ここからねメッセージを送るっていうのもいいんじゃないでしょうか。皆さんからのリクエスト、そしてメッセージもお待ちしております。先ほど宜野湾市上空ものすっごい土砂降り降りました。もうバケツをひっくり返したらこんだけ降るんだろうなっていうぐらいの本当に急な強い雨降っておりました。今はね晴れてるんですが、まだ雨雲はすぐそばにあるという感じですよ。本日の天気をお伝えいたしましょう。沖縄本島地方と先島諸島、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の天気となっております。大東島地方、高気圧に覆われておおむね晴れております。降水確率、本島中南部お昼12時までは 40%、 その後夕方6時まで 30%、 その後は 20% となっております。日中の最高気温は31度です。南東の風曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5 メートルとなっております。ちなみに明日のお天気もね、今日と同じような感じですね。昨日もお昼は雷がねゴーンと鳴っていた地域もあるようですけれども、皆さんのところ大丈夫でしたでしょうか。今日もね雨降るところがあるみたいですよ。中部では11日昼前まで土砂災害に注意してください。沖縄本島地方では11日昼前まで落雷に、11日は満潮時を中心に潮位が高くなるため、海岸や河口付近の低い土地での浸水や冠水に注意してください。やっぱり急なね強い雨が降るとね、こういったことが心配ですよね。皆さんぜひ運転される方も注意してください。以上天気お伝えしました。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からお伝えいたします。現在沖縄自動車道渋滞の情報入っておりませんが、こちら下り車線北中城インターチェンジ付近、路上障害物があります。下り北中城インターチェンジ付近、路上障害物があります。そして下りはまだまだありますよ。沖縄北インターチェンジ先、路上障害物、そしてこちらも沖縄、自動車道夜間インターチェンジ、こちらも下り車線で故障車があります。どちらも下り車線で3カ所で、路上障害物や故障車があります。この付近を通る方は注意してください。続いて一般道路お伝えいたします。一般道路国道58号は北行き伊佐交差点で一部渋滞しております。酒田から八は上下線ともに混んでおります。国道330号は我如古を過ぎて古島まで渋滞や、そして混雑発生しておりますね。やっぱりこの時間雨も降っておりましたからね、皆さんやっぱり渋滞していますよ。事故などの情報は入っておりませんので、安全運転でよろしくお願いいたします。以上道路交通情報をお伝えいたしました。ごめん、 LINE 見てもらえる？今日あれがないから LINE で送るからさ。 OK です。ごめんな。そう、私もこの曲大好きですよ。中学生の頃だったかな、懐かしいな。安室奈美恵 Want me, want me。 大塚健さん、あれです、今日は安室奈美恵縛りです、リクエスト。すいませんね大塚さん牛若
サブローターの勇気の印は書けません。かけ離れてる、はい、今日のものにかけ離れてる。今日は絶対にかけません。テーマに寄せてくれたんでしょう。あ、虹が見える。すごい綺麗に虹が見えるよ。今日いいことあるかもしれない。焦りすぎてうんだれんで、ちょっと待った、落ち着いてって取り出して、デートする二人を抜けばいいじゃん、でも忘れないのとじゃん、お腹の口抑えきれずに Oh me baby。 もうね、カラオケ行ったらね、安室奈美恵歌おうっていう時もね、必ずあるんですよ。誰かが入れたらみんなで歌えるしね。多分近くに落ちて停電になった。ああそうだったんですね。冷静。初見ですっているよ、うん、初見さんがいるよ。マジですか。これ緑川さんでいいのかな。当たってる。初見さんにはねプレゼントありますから、ちょっと待っててくださいね。じゃあ一応 CM 行って、今日は何の日行く前にちょっと話してテーマとかね、はい、リクエストテーマとか話して初見さんいらっしゃいよ。 OK です。でその後何の日、はい、安室ちゃん沖縄にふるさと納税してるのかなって。どうですかね、やってるかな。沖縄のふるさと納税してたらどんなのが送られるんですかね。なんかこういろいろありますよね、くれるものが。サロニーさん、スーパーモンキーズ時代知らないんだよね。そうなんですよ、私は1991年生まれで、天野さんは1992年にデビューしているので、私のこの物心ついた時にはっていう感じじゃないでしょうかね。近藤春さん、休み取って沖縄にいるそう。ああそうなんですかね。え、安室さんのラストライブ見に行く方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。 Can you celebrate よろしく。ああもうね、もう永遠の曲って感じですよね。皆さん今日のメッセージテーマは勇気はあるかですよ。さっきから安室の話しかしてないのあなたです。確かに確かに。床屋なんで俺行ったばっかりですよ。カンズニーさん、夏休みスカイダイビングした、これって勇気ある。すごーい、勇気ある、勇気ある。飛んだってことでしょ。すごい。さあ今日はですね、モーニングエイト安室奈美恵さんのリクエスト、そしてメッセージテーマは勇気はあるかでお待ちしております。皆さんからねツイキャスでもたくさんコメント届いております。メッセージもありがとうございます。カンソニーさん、おはようございます。夏休みに スカイダイビングした、これって勇気あるって来てますけど、勇気ありますよ。すごいですね、飛び降りて飛んだっていうことですよね。私もね、一生に一度はやりたいな、スカイダイビング。スカイダイビングとバンジージャンプは一生に一度やりたい。やりたい、飛びたい、なんか生まれ変われそう。すっごいすっきりしそうですよね。地上にいては味わえないような多分感覚じゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。そしてひーさん、仮に女の子を好きになっても告白する勇気はありませんって来てる。なかなかね、勇気って出ないですよね。なんで勇気はあるかっていうテーマにしたかというと、私運転していた時に最近ね、昨日か一昨日だったかな、
あの前の車がすごいぐらついてたんですよ夜で。眠たいのかそれか飲酒運転なのかどっちかなと思って追い越せないくらいグラグラしてたんですよ。でこう私ずっとその車の後ろにつけてたんですけど、今って親切心でやったとしてもなんかこう機嫌悪くして八つ当たりみたいにされる時もあるじゃないですか、この世の中このご時世だからなんか注意もできないな、なんか注意して何かされたらどうしようと思ったんですけど、まあ、勇気を出してヘッドライトをねパチパチっとやったんですよ。あった。そしたら1回目何も起こらなくて2回目パチパチってやったら車線変更したんですよね。その車ずっと追い越し車線走ってたんですよ。でこの車が車線変更したので、あ、私追い抜いていいんだと思って勇気出して追い抜いた時にパッて運転席その車見たら、何してたと思う？スマートフォンを触ってた。スマートフォンを触ってる、ずっと運転してられた、ずっとだからずっとグラグラしてるんですよ。死ねそれは言ってないけどさ、もうね信じられなかったね。で皆さんこういう時どんな行動を取れますか？パチパチってやる、それともクラクション鳴らしますか、それとも注意しますか？結構勇気のある行動だと思うんですよ。今日のメッセージテーマ勇気はあるか、そしてリクエストのテーマ安室奈美恵でお待ちしておりますよ。そしてツイキャスではですね、新しい方が遊びに来ております。こちら緑川でいいのかな、緑川さん聞いておりますか？緑川さんにはプレゼントがあります。緑川さん、初見さん、いらっしゃーい。だ久々ですね。何ヶ月ぶりかな本当ね。うんね、ぜひぜひ最後まで楽しんでください。この番組は9時半頃まで生放送でお送りしております。緑川さんもですね、ウォークインザパークリクエストくださってます、ありがとうございます。この後も皆さんの参加お待ちしております。それでは今日は何の日お伝えいたしましょう。まず沖縄手帳をパッと開いてみますと、よいしょ、今日は9月の11日火曜日、旧暦は8月2日、今日は大潮だそうですよ。満潮時刻朝の7時56分、そして夜の8時25分、干潮時刻は、午後2時15分となっております。今日はですね、いろんなことが書いてありますよ。まず尖閣諸島を国有化、2012年、そして台風14号、宮古島を直撃、最大瞬間風速 74.1メートル、2013年、違う2003年、はあ、こんな大きい風が吹いたんだね怖いな。その他2001年にはアメリカで同時多発テロが発生と、いろいろ書いてありますね。今日はね、9月11日、過去いろんなことがあった日だったんですね。毎日ね、いろんなことが起きてますよ。もう北海道の地震もそうだしさ、大雨のね土砂災害もそうだしさ、本当に地球どうなってんだっていう感じですよね。本当にいろんなところで勇気を振り絞る瞬間っていうのがあると思いますけど、皆さん日頃勇気ある行動をとっておりますか？何か急にあった時とっさの勇気ある行動できますか？今日のテーマ、メッセージテーマは勇気はあるか、そしてリクエストテーマは安室奈美恵でお待ちしております。ネットからはなんでいつもむっする、もういいや、あの話をじゃあ OK、 スーパーモンキーズ、銀トロさんからのリクエストです。スーパーモンキーズ時代、すごい。でも声の張りもなんか変わらない気がしますね。うん、それではお聞きください。愛してマスカット。すごい、ひふみさん、みのと同じシチュエーションな、俺だったらクラクション鳴らすな。
ゆふみさん勇気あるな、すごい、すごい勇気ある。私ね迷ったんですよ、クラクションを鳴らそうかどうか。でもなんかこう鳴らした時にびっくりして、この前の車がなんかこう事故とか起こしたらどうしようとか、急に車止めてなんかこうイチャモンつけてきたらどうしようとか。高速でしょ。はい、高速でしょ。あ、一般道路です。あ、そうなんだ、はい、それはフラフラしてたんだ。はい、どうしたの。でなんか何台かこうその車追い越してたんですけど、追い越す時もやっぱりこうグラグラして中央車線はみ出してたので、追い越す車もなんか何回もこうブレーキ踏んだり、やっぱりこうなんていうの、こう避けながらっていうのかな、運転してたりして、もうここもこっちもねすごいハラハラしてたんですよ。どうすればいいんだろうと思って、なんかこの人がなんかこの先事故を起こすかもしれないと思ったし、まね、巻き込む事故も考えられるじゃないですか。それで、あ、もうどうしようかどうしようかなと思ったんですけどね。私がこうカチカチっとヘッドライトやった後車線変更して私は追い越したんだけど、普通だったらさ、そこでスマホは触らないと思うんですよ。あ、グラグラしてるのバレたのかなみたいな。グラグラしてるの気づいてないんじゃん。気づいてないのかな。でももしかしたらね、飲酒運転もしてたんじゃないのかな。ああ、そうかもね。もしかしたら。勇気あるね。飲酒運転してながらさ、うん、スマホ触るってどんなやつ。本当ですよね。だから、ね、なんか、やっぱ注意しておけばよかったかな、ちゃんとって思うんですけどね。次の曲も送ったからさ、ありがとうございます。これめんどくさいな。サロニーさん、自分も普通に注意する。あ、皆さん勇気ある。緑川さん、前に移動して急ブレーキかけたれ。私も被害があるからそれは嫌だ。絶対嫌だ。私の車に傷はつけたくないです。ギマさん、10分だけ知らんぐわして戻ってきたよ。アムロちゃんと可愛いみーのだからね。ありがとうございます。ギマさんね、いつも仕事行ってきますの時間ですよね。ありがとうございます。じゃあ CM 行ってからですね、はい、電話しよっかも。はい、元モームスの吉澤ひとみさん、バリバリの飲酒運転して事故って逃げるって、ある意味勇気があるよね。その勇気は称えたくないですね。ちょっと紙して、うん、でも皆さん、アムロナミエさんはすぐそこに来るんですよ。どんな気持ちでね、この25年間過ごしてきたんですかね。なんかすごく、なんだろうな、すごく勇気のある方だけど、私はあんまり記憶はないんですけど、私の親は60代なんですね。60代になるんですけど、やっぱりそれぐらいの年齢の人って、安室さん本当に昔からテレビで見て歌ってる姿も応援してきたと思うんですね。でよく私の親が言ってたのは、安室さんはこう感極まって歌いながら涙ぐむっていうのが結構多かったって言ってたんですよ。でなんか確かに涙ぐむ出る、なんかこう出る姿をテレビでこう何回か見たような記憶もあるような気がして、でそれ考えるとすごくなんかこう
優しい人なのかなとか、すっごく感受性が豊かなのかなとか思いますね。感受性は豊かじゃないか。さあ今日は何の日の後 CM 明け、あの人に電話つなぎます、安室奈美恵さんですとか言って久しぶりだな。さあさあ久しぶりですねこのコーナー、なんえ1ヶ月ぶりくらいじゃないですかね。あなたの朝ごはん教えてのコーナーです。今日はですねフローリストデイリーの上原さんにお電話をつなぎいたします。もう季節もね秋になったんじゃないでしょうか。きっと揃えてるお花もいろいろ変わっていると思いますよ。取らない、まさかの。もうちょっと踏ん張る、うん、あと3コール、3、2、1。ダメだー、きっとね朝雨が降ったからさ、いろいろ作業遅れてると思うんですよ。そうだね、そう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 、雨降ったらね皆さん都合が変わるじゃないですか。またねちょっと時間改めてタイミング見てかけれる時があったらお電話つなぎしたいと思いますね。リベンジ今めっちゃしつこいやん取るかな、取らんかな。あと4コール、4、3、2、来てくれ、1。忙しいんですよ朝の仕事ってね、やることがきっといっぱいあるからさ、またちょっと時間改めて見てかけたいと思いますね。ミノコーナー行っとくか。はい、ミノコーナー、じゃあミノコーナー行きましょうさあ時間ちょっと変更してこのコーナーミノリズムあーちょけよあって感じだね。私ミノが観光旅行についてお届けするこのコーナーミノリズムです。ですね、実はもう開催が始まっているんですけれども、瀬長島夜市皆さんご存知でしょうか。今瀬長島で行われているイベントとなっております。第1弾第2弾と開催しているんですが、現在は第1弾開催中です。第1弾台湾屋台グルメ、そして東北道のく味ということで、台湾と東北だけじゃなくて実は中国とか韓国の美味しいものも集まっているイベントなんだそうですよ。このイベントでは美味しいものが勢ぞろいしているということらしいです。でしかも本場の味が味わえるということで、沖縄県内だけじゃなくて観光客の方も楽しめるような内容になっているそうなんです。で会場なんですけれども、瀬長島海かじテラス側ではなく海側で行われております。海側のスペース、屋台だけじゃなくてテーブルとか椅子も準備しているので、きっと家族連れの方も楽しめると思うんですが、置いてあるのはフードだけではありません。ドリンクも準備しているそうですよ。仕事終わりのサラリーマン OL の方も楽しめるんじゃないかなと思っております。でこちらのイベントなんですが、なんと夕方5時から始まって夜11時まで長いですよね外でのイベントとしてはですね、とても長く開催されております。きっとね、街中のなんか運動公園とかは結構近所迷惑もあるからそんなに遅くまでできないんだろうけど、瀬長島って
海に囲まれてるし、近くにあるのは海かじテラスだし、ね、だからこそ11時、夜の11時までできるんじゃないかなと思っております。ぜひ沖縄県民ね、いらっしゃる方、お時間ある方はお出かけください。沖縄で行われている台湾屋台グルメと東北道の区味、こちらのイベントは来週17日月曜日まで行われているそうですよ。ぜひね、平日行けないという方は土日利用して行かれてみてはいかがでしょうか。今日は砂ヶ島夜市ご紹介いたしました。サウロ兄さんからのリクエストですね。安室奈美恵さんの曲、今日はたくさんお送りしますよ。リクエストありがとうございます。 Just You and I。 これ最近のじゃないか。うん、サウロ兄さん、ナイスリクエストありがとうございます。松田さん、アザースって何か、関係者なの白なんかな、ね、うん、夜市って響きがワクワクするな。夜市1個面白そうだよね、これ。はい、台湾、台湾屋台グルメ、前やってたやつでしょ、プラスあの中国、韓国と東北の美味しいものが。おお、いいね、東北もあるんだ、はい、うん、ね、なんか東北こうね、応援したい気持ちもありますよね。どっちかっていうと台湾料理よりも東北がいいな台湾ってさ、分かれるの分かる？分かれますね、香りとか。あ、うん、俺ダメだけど、いろいろ好みありますからね。なんだっけあれ、スープ、そこにさ、台湾のデージ美味しい店があるわけ、うん、デージ有名で、うん、だけど俺行ったんだけど全然ダメだった。まあ、ありますよね。あのスープ、なんだっけ、牛肉のスープですか？なんだろう、有名なスープ、トムヤムくんみたいな有名な、うん、エンペラーさんってシローさんなんですか？そう、シロー。あ、昨日あったの？昨日あったんですよ。あ、なんで？あ、その屋台にいた。はい、何してたの？ あのお店、うん、やってましたよ。全然すごい親しみやすいことです。あ、そうそう、はい、はい、山内さんによろしくお願いします。ね、シロさんね、よく来てくれるんですよ、遊びに、普通に。あ、ここに、うんうん、ここだに、ここに、うん、ここに。ああ、そうなんですね。宜野湾の方なのかな。じゃあ、なかったんですよ。あ、そうなんだ、うん。台湾、臭豆腐食べれますか？私ね、臭豆腐ね、もう香りでちょっとダメだった。うん、うん、あれじゃ癖が強いよね。さあ、今日は安室奈美恵さんのリクエスト特集ですよ。そしてこれの後、あのメール読むでしょう。 OK です。曲 OK。 メッセージテーマは勇気はあるかでお待ちしております。でもう一回曲いってリベンジ。でもかかってこないかな、はい、忘れてる可能性があるな。うん、まあ一回リベンジもう一回やってみよう。はい、台湾屋台第1弾は今度の月曜日、17日月曜日まで行われています。第何弾まであるの？第2弾もあるそうですよ。うん、うん、ダンダダダンダダンドゥン、ドンチ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 。さあ、時刻は8時39分回っております。 79.7MHz FM ギノワからモーニングへとお送りしております。皆さんからメッセージ届いていますね、ありがとうございます。進撃のめちゃんさんから安室奈美恵さんのリクエストもたくさん来てますね、ありがとうございます。みんな、山内さん、おはようございます。そのままこの後のミュージックセレクションも安室さん特集をやっちゃいましょう。OK。
来てきてますね。勝手に決めてごめんなさい、めちゃんでございます。安室奈美恵さんのラスト音楽フェス、土曜日じゃなく日曜日だよ、わら。では勇気はあるか。ありますよ。誰かに告白する勇気だけはあります。勇気だけ、勇気だけしかない、口には出せない。では楽しく聞かせていただきます。口には出せないって勇気はないってことじゃないですか。何の勇気があるんですか。誰かに告白する勇気だけはあります。勇気だけ、勇気だけしかない、口には出せない。勇気ないじゃん。どっちだ。まあね、告白するのにはね、今勇気はいると思いますけどね。今あのね、 LINE とかさ、メッセージで気持ちを伝える、まあ、愛の告白をする方いると思うけど、できればね直接言ってほしいよね。どう、あなたは。私ですか。告白できる。告白はもうそのまま直で伝えたい方だし、直でされたい方ですよね。したことある。気持ち伝えたことありますよ。はい。そうなの。うん。して。して。まあ相手も喜んでもらえたと思います。気持ち直接伝えた方がやっぱり伝わるし、言われた側も多分嬉しいと思うんですよ。直接の方が。私がそうだから。直接言われた方が嬉しいから、ありがとうってなるじゃないですか。なんかこのね、文面だともう伝わるものも伝わらないことがあると思うんですよ、きっとね。だから直接伝えた方が、文章で伝えるよりかも何倍も強く届くんじゃないかなと思ってます。いい、うん、だから私はラジオが好きですよ。ね、直で伝えることができるから、声に出して。うん、皆さんもね、思ってることがあったら直で伝えてみてはどうでしょうか。そしてそのめちゃんさん、2通目来ているんです。日曜日も土曜日も開催だった、失礼しました。あとはセブンイレブンを沖縄に作ってくれたのは安室奈美恵さんですよね。来年度にはセブンイレブンがオープン、本当にありがとうございます。そうなんですよね、昨年の安室奈美恵さんのライブ、宜野湾市でね行われました。屋外で行われたこのライブの時にセブンイレブンのブースを出したそうですね。セブンイレブンさんがおっしゃるには、沖縄ね、セブンイレブンがなかった沖縄に駆け足になってくれたのは安室奈美恵さんでしたとコメントをしていたそうですよ、ね、そのセブンイレブン来年沖縄に来るということですけどね。一気に店舗を出すっていうけど、沖縄土地あるかい。ここにもできるかな。できるかな。ね、安室奈美恵さんのおかげでセブンイレブンの味も沖縄で楽しめるということですけど、まあそれも楽しみにしたいと思います。今日はですね、メッセージテーマ勇気はあるか、そしてリクエストは安室奈美恵さんということでお待ちしております。メッセージも届いております、ありがとうございます。美濃山地おはやう、エコザイルですよ。勇気ね、タバコをポイ捨てするやからには注意はできるんだけど、告る勇気はないのよね。愛人が5人もいる山ちん、コツ教えて。じゃあ後からやん。プライドを捨てて、プライドを捨ててガンガン行くことですか。もうね、このコメントだけを聞いたら、あ、いいなと思うけどね、愛人が5人もいるって聞いたらね、もう何も響かないよ。届くものも届かない。前提として。前提として。振られる。振られる前提でやる。やる。振られない可能性の方が低いんだから、うん。あ、振られない可能性の方が低いから、うん、もう振られるの覚悟でやる。もう何でもなる。何でも。うん。全然かっこよくないよ。言ってるっすけども、親指立ててもね、キラーンじゃない。全然キラーンじゃない。決まってない。うん。でもすごいね、注意する勇気があるっていうだけでね、私すごいなと思うんですけど、なかなかできないですよ。できない、うん、で私ね、一つ心残り、もう今でもずっと後悔してることがあって、まあこれも運転中だったんですけど、前の車運転していた人がものすごいよ蛇行運転してて、
そのスマホを触ってた、さっき話してたんですけど、その方よりも蛇行運転本当に危ないんですよ。でしょっちゅうブレーキを踏むんですよね。危ないな、どんな人なんだろうと思って。でこの車はワゴン車ですよ、大きいワゴン車運転している。で夜の夜中もうだいたい2時くらいだったんですよね。だからあ、もう飲酒運転かもしれないと思って、で勇気を出して私追い越しました。ちらっと見たら女性ですよ。で明らかに飲酒運転だろうなと思ったのが、もう今にもこう眠り落ちそうな感じで、頭も揺れてるんですよ、体もこう揺れてる、そんな人だった。あ、違う、私運転しない、タクシーに乗ってたんだ私。タクシーの運転手さんが最初気づいて、見てくださいお客さん、あれ多分飲酒運転ですよって言って、で危ないですねって言って、で何回もね、何回もぶつかりそうになるし、何回も車に当たりそうになってる、その車を見て。で私たちがまっすぐ行ったら、この車の道、また別の道にねこう行ってしまったんですけど、あの時ね本当に後悔してて、警察に電話しとけばよかったと思って、車の特徴とナンバーを伝えて、どこどこ方面に向かいましたでもいいから、なんかこうね警察に伝えれば、こう巡回してるパトカーがその車を止めて、なんかできたんじゃないかなって思って、でそれがすっごい後悔、もう今でもすっごい心残りしてるんですよ。きっとこの人多分今でもどこかでなんかそういう運転してるんじゃないかなと思って、すごい心残りでした。だからなんかこう何かあった時はもう勇気を出して何かやろうと思って、で先週の日曜日ですね、去った日曜日にスマートフォンを運転してる車にこうカチカチがヘッドライトをやったんですけ ど私の勇気はもうね、そのヘッドライトをやるだけでした。でもやっぱりこう直接なんか注意をしないといけないんだろうなと思うんですけど、なんかでもやっぱりこう車のトラブルでねニュースになることって今あるじゃないですか。やっぱりそれもちょっと怖くてね、できないんですよね。まあ女だし、可愛い、か弱い女だし、何かあったら怖いさね、山内さんね、私可愛いから、うん、ね、皆さんの勇気ある行動何かあったらぜひ教えてください。そして勇気づけられる曲たくさん出しました、安室奈美恵さん、いろいろありますよね。ツイキャスでもたくさん届いております。今日は安室奈美恵さんのリクエスト特集をお送りしております。それではね、曲お送りいたしましょう。次もリクエストですか？たくさんリクエスト届いているそうですね、ありがとうございます。めいちゃんさんからのリクエスト、安室奈美恵 Heaven。いいね、爽快感ありますね。いいね、走り抜ける感じ。クラクションして殺人事件になったこともあったよね、教習所で不用意なクラクションをやめましょうってなる。うん、だからクラクションってさ、普通に不用意で鳴らしたらもともとダメよね。うん、もともとダメです。はい、クラクションって私もあんまり鳴らしたくない人、鳴らされるの嫌な人だからあんまり鳴らしたくない。例えば信号待ちで前の車が青になったんだけど動かなかった時も何秒間か待つ人、待って動かなかったらヘッドライトやるか、ダメだったらクラクションなんです。あー、これは軽くピッピッとやるけど、ただ待ってだよ、それもですよね、やっぱり、あんまり鳴らさない、すぐ鳴らす人がいるんですよ。あれイラッとくるよな、うん、本当にイラッとくる。青信号になっても私は急発進しないタイプなんですよ、うん、前も言ったんですけど、徐々にこうねアクセルを踏んでスピードを上げる人だからすぐには発進しないですね、徐々にスピードを上げていくんですけど、これが私の中では普通なんですよ。だけど多分急いでる人ってそれでも青信号になったら早く行けっていう理由で、私一回クラクション鳴らされたことあるんですよ。青と同時に私アクセル徐々に踏んでいったのに、こいつ
クラクション鳴らしたんですよ。私それが本当に嫌で、あなたがそんなに急いでるけれども、そんな急いだところで何も変わらないよと、うん、あなたが目的地までの到着する時間って多分変わるのって1分2分くらいじゃないって言いたかった。そんなにクラクション鳴らすぐらい急いでるんだったらもうちょっと早く行動しろよって。タクシーがさピッピッてやるさ、うん、あれもいいや、あれもいいや、私も嫌だ、うん、あれもやめてほしい。タクシー、タクシー業界に通告してほしい。あれ印象悪いよ、本当悪いですよね、うん、思います。ナチュミンさん、これが沖縄のやり方だと言って突っ込む。ここで沖縄を持ってくる。あいつ沖縄の人なのにな、うん。松岡健さん、勇気、若い頃5000円でお弁当購入、お釣り9500円、勇気を出した、猛ダッシュでお味噌を出た。いいね、やば、健ちゃん悪いことできなそうだもんな。じゃあリベンジしてダメだったも諦めましょう。ひふみさん、クラクション鳴らすおでにそんなこと言わなくてもいいさって。善意だったらいいんですよ、善意だったらね、注意を流すなったらいいんですけど、なんかさっき私が言ったみたいなの嫌だ、早く行けっていうのでリベンジするしよう。忙しくないかな、大丈夫、大丈夫、あ閉じちゃったよほら山内さん。お願いします。さっきね電話つながろうと思ったんですけれども、つながらなかったんです。私たちの予想では雨が降ったから多分忙しかったんだろうっていうことです。もう一度お電話つなぎします。フローリストデイリー上原さんです、うん、あと3回待とう、うん、3、2、はい、もしもし、あもしもし、おはようございます。おはようございます。はい、フローリストデイリー上原さんでしょうか。はい、すいません、お忙しい中、多分今気づいたという感じのリアクションだったんですけれども、すいません、大丈夫です。はい、FM 宜野湾からモーニング8の又吉美乃と申します。いつもお世話になっております。お世話になっております。なんかあちゃーみたいな感じの雰囲気も伝わってくる。大丈夫です。大丈夫ですか。ちょっと朝一の声のような気がしますけどね。大丈夫です。すいません、上原さんお休み中に。いえいえ、すいません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。できっとまだ召し上がってないと思うんですけれども、朝ごはんこれからいただく予定かと思われるんですが。はい、まず今日の朝ごはん、何かこう準備しているもの何かありますか。あ、今日はですね、それとご飯と卵を、はい、卵やってますので、あそれをジュースで食べる予定です。あーもうがっつり日本人ですね。はい、ジャパニーズですよね。はい、がっつりいきます。はい、さあ上原さん、もう9月に入ってもうすごく秋めいている気がするんですけれども。そうですね、ちょっと涼しくなりましたね。そうですよね。でやっぱり季節が変わると植物、お花たちもこういろいろ新しい顔が揃ってくると思うんですが、はい、9月これからのシーズンってどんなお花お店に並ぶんでしょうか。秋はですね、はい、割と色の濃い、花が結構並びますので、ちょっとパステルというよりはちょっと色の、はい、の感じのものが多いですね。あ、そうなんですか。はい、なんか秋ってちょっとこう植物、あ、例えば木とかってこう紅葉したり、はい、であとは沖縄の木ってもうちょっとねシーズンが過ぎるとこう枯れて葉がこう落ちていくイメージがするので、なんかこう落ち着いていくような気がするんですけど、お花って華やかになるんですね。そうですね。うん、ですね、まあ、秋の場合は結構実りの秋っていうイメージが強いので、はい、まあ、煮物のものが入ったり、はい、あと枝物とかが入ったり、はあ、うん、そういう感じで
そうなんですか。結構あの色の強いのが多いです。へえ、面白い。ではですね、今月はあの3連休が2回ありまして、そうですね、はい、そのうちの一つは、はい、あの敬老の日が含まれているんですけど、はい、知ってます、はい、何かやっぱり、はい、うちの方でも、うん、はい、いろいろたくさんあの商品を準備してお客様のご来店お待ちしてますので、はい、そうなんですか。なんかやっぱりこう、はい、花束であったり、その他にもなんかいろいろ準備されているんですか。はい、そうですね、敬老の日の場合はですね、わりかしあの花束というよりはあのアレンジメントといっても盛り花の方ですね、はい、こちらの方がわりかしあのよく動いてますね。はあ、ということおすすめはそういったお花のプレゼントでしょうか。そうですね、わりかしあの年配の方って割とあの濃い色をやる方が結構多いので、はいはい、あのそういった感じでちょっとあの大きいものよりかも、うん、あのそうしたあのテーブルな感じのものですね、そういったものをよく購入される方多いですね。あ、そうですか。これ参考になりますね。はい、そうですね、うん、やっぱりなんか年配の方どんな花が好きなんだろうとかいろいろ考えますもんね。そうですね、うん、私あの大きい花が好きな方もいらっしゃいますし、はい、最近はあの私おしゃれな、ね、年配の方多いので、うんうんうん、あのグリーンでまとめたりとかそういった形のお客様も私多いですよ。あ、グリーンでまとめる、それもなんか新しいパターンのような気がしますね。そうですね、うん、私柔らかい感じのあのお花求められる方も多いですね。はあ、そうなんですか、わかりました。大変なんか勉強になりましたね。ぜひフローリストデイリーぜひご利用ください。上原さん、すいません、朝早くからありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それでは失礼いたします。失礼します。ねえ、皆さん敬老の日すぐね、来るんですけど、もう準備してますか。敬老の日になるたんびにきっと皆さん、あ、やばい、プレゼント何しようとか思うんですよ、きっと。まあ、お手伝いをされるという方もいらっしゃると思うんですけれども、お花ってどんなシーンでもやっぱりもらって嬉しいんですよ。やっぱり花も生きてますから、こうもらった時になんかこうパワーというかそういうのももらえますよね。ぜひプレゼント何しようか考えている方、お花どうでしょうか。その際はフローリストデイリーぜひご利用ください。お電話つないだの上原さんでした。こっちさびちゃん、ちょっと話する、まあ、でも20秒しかない、いける、はい、さあ今日のメッセージテーマは勇気はあるか、そしてリクエストは安室奈美恵さんです。安室奈美恵さんの曲、勇気づけられた曲、好きな曲、何でもいいです、送ってきてください。きっとこの番組聞いてるかもしれない。後半の参加もお待ちしております。聞いてたらいいな、ね、ツイッターやってんの、うん、安室奈美恵わかんないけどやってないんじゃないか。わかんない、もしかしたらマネージャーさんが気づいて、うん、やってるかもしれないですよ。ほら、安室さん、コミュニティでもやってるそうですよ、みたいな。ね。そうだね、うん。まあまあ、可能性はゼロじゃないから、はい。向こうからの反応があるのはね、難しいと思うんですけど、ここから届けることはできますから。なるほど。これも電波だからさ。いいこと言った。み、うん、の今日はいいこと言うな。いつもだよ。いつもだよ、私。でも安室奈美恵線とかこう名前で噛むのをやめてもらっていいですか。すいません、せっかく聞いてたらもうずっこけますよ。すいません。しかも2回も同じ噛み方やめてもらっていいですか。すいません。ちょっと言えよっていう、うん、言い直して線って。ほんまやな。あ、でも逆に面白がるかもしれない。うん、それで。来てくれんかの。引退した後、うちで番組持ってくれんか。ちょっとね、冷めてから。なんか、やっぱり何するんだろう
って気になる。もう10代からずーっと音楽活動続けてピタッと本当にやめちゃうのかなって復活するんじゃないか、どっか何かするかな。ミーノの発音ネイティブだから仕方ないって。あは、内順はナチュミーさん、いいこと言うやん。ナミセンアムナムさん、そう、センティティアムナムさん無理無理無理うわぁ、ハゴなのか来たね。ブロックだな。ハゴなの来ましたね。さあ時刻は9時を回りました。 79.7MHz FM ギノワからモーニングゲートをお送りしております。火曜日担当は又吉美濃です。よろしくお願いいたします。今日はね、安室奈美恵さんのリクエスト特集、そしてメッセージテーマ勇気はあるかでお送りしております。皆さんからね、勇気はあるかのメッセージ、そしてリクエスト、安室奈美恵さんの曲お待ちしております。高松真理さん、そういえば安室って安室ちゃん以外会ったことないけどあんまりない名前だよねって。僕一人いますよ。試合にいらっしゃいますか、安室。小学校の時会ったことある。あー、そうなんですね。私もね、お会いしたこと多分一度あると思います。安室さんという名字の方たまにいる。たまにいます。どこの人だったかな、那覇の人でした。あ、私も、うん、私も那覇の人でしたね。同じ人じゃない、嘘、男だよ。あ、私女だったような気がする。うん、なんかその時に、あ、やっぱり安室奈美恵さんって沖縄の人なんだっていうのがそこでちょっとなんかこうふわっとこう思い出すような感じしました。で、なぜ私今日安室奈美恵さんの特集したかというと、今日オープニングでもお話ししました通り、私今日安室奈美恵さんが夢に出てきたんですね。で、安室奈美恵さんとユンタクしている夢だったんですよ。で、こういろんなことをこう聞く、私がこう質問しているような、でまた思いも伝えるっていう夢だったんですけど、安室奈美恵店ね、いろんなこう衣装ですとか CDのジャケットを展示している展覧会みたいなのが全国各地で、まあ、沖縄含めてですけど行われておりまして、私もその沖縄の会場行ってきました。で、いろんなものを見て感じて、で、私的にはですね、安室奈美恵さんって沖縄の方出身って分かってたけど、昔からずっと物心ついた時から、でも活躍しすぎて海外でもね、すごい活躍、ご活躍されてるので、すごく遠い存在なんですよ。沖縄出身のアーティストっていっぱいいるけど、やっぱりこうそういうアーティストって沖縄感出すじゃないですか、テレビに出た時も。だからこうそこでちょっと身近に感じるというか、なんかおこがましいんですけどね、あ、沖縄の人は同じだよねみたいな思うんですけど、安室さんってもう活躍しすぎてそんなの感じられなかったんです私。だけど引退発表する前も沖縄でコンサートしてたし、で、引退発表した後もやっぱりこう沖縄というワードと安室奈美恵さんというワードが一緒になっていろんなところで聞くようになって、あ、安室奈美恵さんってやっぱり沖縄出身だよね、そうだよねっていうのがこの1年間で私すごく膨らんできたんですね。で、きっと安室さんもこの沖縄に支えられた部分っていうのがあるっていうのをこういろんなところで感じたんですけれども、こういう記事がありました。16日に引退する歌手安室奈美恵さん、10日 NHK ニュースおはよう日本に VTR で出演してインタビューに応じていたそうです。で、引退前日15日に故郷沖縄でラストライブを行う理由を聞かれ、安室さんなんて答えたと思いますか。皆さん、歌で笑顔で終わりたいと思った時、選んだ場所が沖縄だった。いつもファンの皆さんから元気をもらったと感謝したというふうにコメントされたそうです、ね、やはり沖縄にもいろんな思いがあるということですよね、うん、さあ後半も安室奈美恵さんの曲、そしてリクエストテーマ、今日のメッセージテーマは勇気はあるかでお待ちしております。
この時間のニュース、琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えします。まずは琉球新報市町村面からです。自転車で宜野湾周遊。宜野湾市観光振興協会が電動自転車の貸し出しサービスを始めます。10月に試験的に開始し、11月から運用を本格化させます。観光客が車で観光地間のみを移動する傾向が強まる中、自転車の導入で市内での消費の活発化や魅力の再発見につなげる狙いです。利用者が道中で買った商品を店舗で預かり、ホテルなどに届けるサービスも同時に始め、利便性を高めます。自転車は4台導入し、随時増やす考えで、料金は1日2160円か30分216円。国際運転免許を持たない外国人や免許を取れない年代の観光客を主なターゲットに据えます。続いて沖縄タイムス総合面からです。体制作りが本格化。30日の宜野湾市長選、知事選の前哨戦とも位置づけられた市議選を終え、市政与党候補で副市長の松川正則氏64歳、野党候補で県高校 PTA 連合会前会長の中西春雄75歳の両陣営は体制作りを本格化させています。市議選では与党候補16人全員が当選を果たしました。松川陣営の幹部は佐喜真市政の継承発展が市民に評価されたと受け止めたい、支援の仕方も正しかった結果だとうなずきます。これを追い風に11日に発足する予定、市議選へ向けた新たな組織体制の準備を進めます。おしまいに沖縄タイムススポーツ面からです。中部商業コメス5000競歩大会新。陸上県高校秋季大会最終日、陸上の第33回県高校対抗秋季大会最終日は9日近町陸上競技場で行われ、男子5000メートル競歩は中部商業コメスが23分54秒03をマークし、これまでの大会新記録を9秒12上回って初優勝しました。男子総合は中部商業が87点、女子総合も同校が86点でアベック優勝しました。男子1600メートルリレーは全員2年生の中部商業が序盤から2位以下を引き離し、3分22秒36で制しました。2位に8秒15差の圧勝でしたが、4人は大会新を狙っていた、まだまだ体が細いので筋肉をつけ結果を出すと貪欲でした。以上、この時間琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えしました。次はもうフリーですね。ツイキャス拾うなりしてください。で、曲はつど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 やっていこう。はい、つどつど。仙人さん、学校違うけど天野ちゃんと同級生って言ったらナチ喜ばれたな。やっぱね、それだけでなんか、おお、そうなんだ、沖縄でってなんかなりますよね。今日火曜日だよな。あ、よかった、びっくりした。義理の姉の1学年上に天野ちゃんがいたらしい。ちなみに千葉のクララはうちの奥さんの1学年下。そうなんですね。本当にね、それだけで自慢になるぐらい偉大な方々ですよね。そんな言う人いるよ。
アムロさん、牛乳屋やらんかなーっていう意味さ。いいじゃん、誘ってみたら。意外といるかも。意外と新しいことにチャレンジみたいな。アムロさんね、10代からアーティストなので、アーティスト以外で働いた経験はないんじゃないですかね。もしかしたら皆さんのこのメッセージを見ているかもしれませんよ。つばささん、おはようございます。時刻は9時10分回っております。 79.7MHz FM ギノワからモーニングへとお送りしております。今日のメッセージテーマ、勇気はあるか。リクエストのテーマは安室奈美恵でお待ちしております。結構いろんな曲関わりましたよね。最新のものからスーパーモンキー時代まで、私の知らない曲も、まあ、かかったので、うん、なんかやっぱり本当にいろんな曲が出たんだな、出てたんだなという印象を受けておりますね。そしてこのラジオを聴いている中に安室さんのラストライブ行く方はいらっしゃるのかどうかね。もう争奪戦ですよね。3000名でしたっけ。こんなにさ、たくさんのファンがいるのにだよ。なんかやっぱり特別感ってありますよね。うん、さあ皆さんから届いていますメッセージありますよ。ご紹介いたしましょう。こちら、ゆうやくんへ。おはよう、近所です。今日は雨がすごいね。台風の影響だろうか。これ私たち宛てのメッセージでいいのかな。じゃないって。って書いてあるだろ。もうね、別にしましょう、メッセージ送られてくるところ。あのさ、うん、じゃないんです。このね、うん、出だしが書いてあるでしょ。そこで気づきなさい。ゆうやくん上で、うん、間違ってないよ、これあなただけだよ。これじゃあ私分かってて今読んだんですけど、うん、違うだろうなって思いながら、でも変えた方がよくない？そのままでいいですか？いろんな事情があるんです。いろんな事情があるの？分かりますか？ああ、そうですか、はい、あ、そしたら特に変えてます。そういう事情がなければ。番組によって変わってるのはないですか？変わってるとこもあるよ、はい、うん、ここはまたちょっと違うんですね。はい、もういい。そうなんですね。リアルな話しますか。あ、やめときましょうね。はい。さあ皆さんコメントたくさんくださってますね。ありがとうございます。勇気はあるかという今日はテーマを設けましたけれども、私自身勇気は正直急な勇気っていうのは多分出ない人、うん、とっさの勇気っていうんですかね。目の前で例えばこう何かトラブルが起こった時に、多分考える前に体って動きますよね、きっと。注意できる、優先の駐車場があるさ、うん、優先の駐車場、うん、あそこに普通の人が止めるやつ、うん、注意できる。あー、私はどんなかな、あ、実際注意したいけど怖くてできない人だ。なんかそこに止める人ってなんていうかな、たちの悪い人だって私思ってるんですよ。だからここが何か言っても多分言い返すか無視するか、なんか喧嘩越しで何か言われるか、どちらかだと思って、うん、怖くて言えない。山本さん言える人？言わない人。言いたいって思う人？うん、恥ずかしい？感情違くない？なんかさ、恥ずかしいんだよな。恥ずかしいになるんですか、それ、うん、あ、そう。もし別の事情があったらどうしようとかって考えちゃう、うん、あー、そういうことか。立ってないだけでとか、うんうん、なんかそれもありますけど、そうそう、明らかじゃない人っているじゃないですか、うん、
めっちゃ金髪のイケイケの人が運転席から降りてきた時とか、でその人しか乗ってない場合マジかって思う。そうだね、あマジなのって。そういう柄が悪そうな人は勇気がない、うん、ただ、うん、よくわからない人、よくわからない人、うんうん、ちょっといけないな、うん、ね、何かもしかしたら妊娠されてるのかもしれないし、そうそうそう、足がちょっと調子が悪いのかもしれないし、あと後部座席とかにそういう方が乗ってるかもしれない、うん、ちょっとできないんだよな。ありますよね、わかる、わかりますよ本当に、うん、ただあからさまな人がいるさ、うん、このオラオラ系はあからさまね、怖い怖い、うん、怖い、私も怖い。いやー、やっぱりさ、そういう方ってなんていうかな、なんかそう言わせないようなオーラ出すじゃないですか。わかります？なんかこうその人たちってちょっとこうなんていうかな、まあすいません言い方悪いですけど、悪いことやっちゃいけないことをやる方々ってなんかこう言わせないオーラ、なんかこう言ってきたら俺たち怒らせたら怖いぜみたいな。そんなの出されたらさ言えないよ、ね、うん、言えない。例えば正義感を持っててもなかなか口には出せないですね。出せないね、はい、ちょっと体鍛えるか。え、そこ。山下さん体鍛えたところですよ。大丈夫、俺ボクシングやってた。それ大丈夫になるんですか。大丈夫。あ、そう。どんなかな。でもさ、あの注意して何か言い返された経験はありますか。逆に勇気を振り絞って、あの優先席、うん、あ違う、普通に席譲ったんですよ、勇気を出して、うんうん、あ、いいことですよね。そしたらいいですって言われて、うん、あ、断られた。へこんだ、へこんだ。これはへこむわな、確かに。いやー、なんかあるよね。なんかこう今日テーマは勇気はあるかっていうね、テーマなんですけど、なんかこう勇気づけられて取った行動で逆にこう自分があれみたいななっちゃったとか、逆にこうなんか言われてしまったみたいな経験私もあるんですよ。なんかこう言い返された時ってさ、勇気振り絞ってこう言ったのに、取った行動なのに、こう言われたらさ、なんか嫌な気持ちになるんですよね、モヤモヤ感。なんかちょっと恥ずかしいでもあるし、私が間違ってたのかなみたいなにもなるしさ、なんかそんな世の中にはなってほしくないよね本当に、うん。さあ皆さんどうでしょうか。今日のテーマ勇気はあるか、そしてリクエストテーマは安室奈美恵さんでお待ちしております。さあ今日はリクエスト安室奈美恵さんの曲をお送りしております。緑川さんから、あ、私もこの曲好きなんだよな、わあ懐かしい。お聴きください。あ、ウォークインザパーク、懐かしい。今日はね、いろんな曲をお送りしております。じゃあちょっとね、流したい曲は書き込んどこうかな、せっかくだから。でもこれ途中にあれにしますよ、時間がないので。あ、そうなんですね、うん。で最後はペコさんのリクエスト、はい、覚えてますか。何ですか。あ、まあ聞いたら分かる。 OK です、エンディングナンバーね。あー、これ奈美恵ちゃんといえばエコさんリクエストの曲なんだよ。でも本当にそう思う人多いかもね。うん、可能性はだいたい 60% ぐらいじゃないですかね。つぶすか70から60ぐらいだと思います。
聞いたことあるこれ。懐かしいですね。ねえ、すごいな。本当にいろんな名曲残してますよね。さあ皆さんからもねコメント届いております。ツイキャス来てます。マスオさん、自販機の前でジュースを買おうとしている姉妹に高いところのボタン届かなかったら押してあげるよって言ったら不審者を見るような目で見られたよ。これ寂しいね最近の傾向よね。まあでもそうかもしれないですね。いろんな方いるしさ、多分親も子供に言いますよね。なんかこう声かけてきてもついていかないでねとか、不審、あ、やっぱり、不審扱いしてよねっていう感じですよね、もうきっと。うん、もうしょうがない。難しい。本当に難しい。だってさ、私も小学生の時とか一人で歩いてる時にまだ明るいですよ、真っ昼間、後ろに歩き歩きしてる人がいたらちょっと怖かったもん。でやっぱりそういう人たちって気づくんですよね。さささっと追い越していくとか、反対側のね歩道に行ってまた歩き歩きするっていう。今考えたら、あ、なんかちょっと申し訳なかったなとかも思いますけど。でもさ、夜道とかは警戒して当然だと思うんですよ、後ろに。まあそうですよね。追い越したりするもん。あ、大人、あ、大人でも、ね、山さんもあっちも大人でも、やっぱそうですよね。私も今大人になって子供が歩いてたらやっぱり後ろ気にしてるっていうのが分かるんですよね。前の歩いてる子供って、あ、この子気にしてる、こうちょくちょく見るわけじゃないけどなんか気にしてるって分かるから怖がらせないようにこう去っていったりしてますね。でやっぱりこうなんか気にしてるっていうのが分かるから、多分その悪いこと考えてる人たちってそうなんかこう分かってて行くんですね、悪いことしてる人たちって。子供にこうねやる子たちって子供が怖がってるって分かっててやるんだと思ったらもう本当許せないなとかちょ思っちゃいますね。さあ今日はですね、勇気はあるかメッセージテーマ、そして、リクエストテーマ安室奈美恵でお送りしております。今 BGM にかかっているのがエコさんからの、エコザイルさんからのリクエスト、 Can you celebrate? もうこの曲かな、本当に年代問わず多分愛されてる名曲の一つですよね。私もきっとこの時幼かった記憶があるんですけど、わかる、全部歌えるもん。でなんかこう涙ぐんじゃん。やっぱりそれ歌っててもやっぱそうなるし、であとやっぱりなんか私がやっぱり印象やっぱ強いのが、沖縄県民そうだと思うんですけど、沖縄サミットの時の、あー、そうだね、ネバーエンド、あ、ネバーエンド、これは違いますよ、これこれ違うね。やっぱりあの時も、あ、やっぱり安室奈美恵さんって沖縄出身だよね、そうだよねっていうのもあの時もやっぱちょっと身近に感じた時期ですがありました。やっぱりそのあのネバーエンディングもこうなんかこう勇気づけられた曲になると思うんですよ。で安室さんの曲ってそう誰かのこう背中を押した曲っていうのがいっぱいあると思うんですね。で今日のメッセージテーマ勇気はあるかでお送りしました。で何かこう落ち込んだ時とかって歌とか音楽の力って本当にあるんですよね。背中を押してくれたりさ、こう支えてくれたり、音楽の力本当に素晴らしいです。そしてそのいろんな曲を生み出してきました安室奈美恵さん、もう今週9月16日に引退を迎えます。1992年に9月16日にデビューして2018年9月16日に引退をいたします。どんな気持ちでねここまで活動されてきたのか、で安室さんのこの勇気となった源、駆け抜けた彼女一人で
駆け抜けてきた時期が長いと思うんですよ、グループ活動よりも。なんかすごくこう気持ちの強い方だと思うんですけどね、その彼女を支えてきたのは一体何なのかとか、私はもうねレポートもしているので本当にいろんなこう聞きたいことがたくさんあるんですよ。で皆さんもいろんな思いがあると思いますけれども、でもね、終わってしまう終わってしまうじゃなくて、やっぱり終わった後、彼女は彼女のままですから、終わった後もあるということで応援したいですよね。これからも楽しみだよね、引退の後もね、ということで、もう元気に送り出したいと思います。きっと皆さんの気持ちも彼女に届くと思いますよ。今日参加してくださった、そしてリクエストしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。また来週もですね、火曜日いろんなテーマ考えてまた私戻ってきますので、よろしくお願いいたします。さあエンディングは、え、私が引退、いやいやいや、またですよ、やめてください。今日参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。また来週よろしくお願いします。そんな感じのあれになっちゃったな、最後な、はい、また戻ってきますみたいな。マイク置けばよかった。ポトって言って早いっすよ、全然早いっすよ。皆さんリクエストありがとうございました。皆さんのおかげで本当に幅広いね、いろんな音楽をかけることできましたよ。今日7曲もかけれたね。結構かけたね。うん、よかった。